でドラホットプラス番外編が始まりというわけでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。東海テレビ YouTube チャンネルドラホットプレスと動画配信サービスロキコで生配信をしてまいります、はい、ドラホットに続き郡司選手にご出演いただきます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、郡司さんよろしくお願いします。そして、はい、鈴木孝雄さん、お願いします。あの、忘れられたかなと思って。いや、お願いします。よろしくお願いしますよ。はい、まあ、鈴木さんにはですね、いろんな話が出てきますので、その時にマル秘のエピソードなんかを一つ、よろしくお願いしますね。話せる範囲で。話せる範囲で、ね、はい、話せる範囲にしてください。お願いします。お願いします。さあ、先ほど、はい、視聴者の皆さんから、はい、郡司選手への質問を募集したところ、たくさんいただきまして、たもう早速聞いてまいりますね。全部がね、ちょっと皆さんのは、はい、ちょっとあれ、とりあえず言いましょうか。そうですね、まず、はい、ではまず一つ目。はい、郡司選手と岡林選手は郡林という愛称がついていますが、うん、ぶっちゃけ岡林選手のことどのくらい好きですか？いや、これに関して言うと、これは岡林の僕に対する片思いだけです、うん、え片思いなんですか？片思いです、はい、僕がたぶらかしてます、はい、でもなんか郡林っていう一応なんかハッシュタグ郡林みたいなのがあるらしいんですけど、うん、見かけますよ。まあ僕が使うことはないです。使ってください。可愛い弟みたいな感じはありますね。可愛いですもんね、彼ね。この世の中で僕にタメ口使ってくるのはあいつぐらいですか。まあそれは鈴木さん、いい関係だからですよね。いい関係かもしれませんけど、私にはちょっと分かりません考えられませんね。古い人はね、そういうの許せないのよね。はい。はい、でその岡林選手と梅津投手、うん、この2人とどちらか1人と暮らすならどっちを選びますか？梅津さんが出てましたけど、なんかそういう話ばっかりじゃないですか。皆さんね、きっと聞きたいと思いますので、はい、皆さんからの質問なんです、はい、どっちと暮らしたいかですね、はい、どっち暮らすんだったら絶対に梅津さんです。おー、はい、梅津さんということで、やっぱりしっかりされてるんですか？いや、しっかりしてるように見えて、実はもういろんなところ抜けてるのが可愛くて。あ、はい、なるほど。なんかしっかりしてそうじゃないですか、なんか、うんうん、でも結構いろんなところ抜けてるんで、うん、それはまた愛くるしい。ああ逆にそういうところなの。岡林選手落選の理由は何ですか？岡林はもうとにかくうるさい。元気ですもんね。はい、ね、はい、まあ、でも仲がいいということで、はい、はい、じゃあ次いきますね。はい、トークがすごく上手ですが、うん、好きな芸人さんはいるんですか？芸人ですか？芸人、そうです、僕は千鳥さんが大好きで。おー、はい、そうなんだ。結構 YouTube も結構お笑いとかよく見るんですけど、うん、本当いろんな芸人、まあ、千鳥さんだけに限らずいろんな芸人の、はい、YouTube 見てます僕、はい、そうなんですか、千鳥さんが。そこから学んでのトーク力かもしれないですね。学んでるかどうかは分かんないですけど、まあ、さっきの生放送はちょっと結構肩上がってました、気づいたら。初めてのテレビだったんで、今ちょっと肩が、はい、下がりました、はい、じゃあリラックスしてお願いします。いいですよ。じゃあ続いて、うん、野球以外でやってみたいことはありますか？野球以外そう、まあ、それはスポーツ以外でもいいのね。はい、何でもいいです。あ、どうなんですか？いや、でもちょっと普通のサラリーマンちょっとやってみたいなっていうのは最近思いますね。どんな感じなんだろうなっていう。ああ、そうかそうか。やっぱ同級生と結構普通の仕事をしてますけど。そうですよね。なんかやっぱ僕やっぱ特殊な仕事についてる。特殊ですよね。特殊すぎる仕事なんで。そうですよね。普通の人たちはどういう生活なんだろうなっていう。はい、まあサラリーマンの方は大体土日休みですもんね。はい、まあ、僕は週1休みなんで。そうですよね。土日をうまくどう使うかとか、うんうん、そういうのも考えれたら楽しそうです、ね。まあ、なんとなくわかるね、それ。ああ、俺なんかも思いましたもんね。ああ、どうですか？サラリーマンとは思いませんでしたけど、うんうんうん、うちの仕事やりたいなと思いましたね。ああ、そう。はい。もうその嫌になっちゃってね。ああ。野球が。ああ、そう。はい。野球が嫌になるってどうですか？それ成績が悪くなるってことですか？あのね、まず怪我でダメだった。うんうん。だ。郡司がさっき言ったけど、やっぱり試合出なきゃどうしようもないんですよ、うん、その寂しさ、うん、そこから逃げたいっていうね、うんうん、はい、だから兄貴と一緒に仕事やったらどんなに面白いかなって思ったことありましたね。ああ、そう、はい、それはあれですよね、速球で、ね、はい、抑えでやってて痛めちゃってからですもんね、はい、名古屋球場はレフトの後方は新幹線走ってるでしょ、ね、あれ乗ったら帰れるなってよく思った。本当ですよ。あ、そう、はい、
そういうことがありました。だから今の気持ちはよくわかる、うん、でも郡司さんまだまだね始まったばっかりですから。まあまあそうですね。そうですよね。野球が嫌になってたってことではないです。それはない。それはない。全然そんなことではないですけど。はい、あちょっとね少しでも自分がまあ楽って言っちゃあれですけども心休まるところに行きたいっていう。ああありましたね。ありますよね。ね、はい、逃げたいって時がね。はい。はい。はい、でそんな中まもなく沖縄キャンプ始まりますけれども、うん、キャンプに持っていく特別なものってありますかと来てます。特別なものですか。特別じゃないかもしれないですけど僕は大量の入浴剤を持っていきます。どういうことなんですかそれ。いやもう多分沖縄行っても外に出れないんで、うん、もう部屋で楽しむしかないんで、うん、あそうかそうか、楽しむって言ったらですけど、まあ、疲れを取るのもそうだよね、はい、それは何大量というかいろんな種類の入浴剤をいろんな種類を持って、あ今いっぱいありますもんね、はい、好きな香りは何ですか。なんか香りっていうかなんかパチパチするのあるんですよ。ありますあります。炭酸系の、はい、あるある、はいはいはい、あれすごい好きなんで箱で持ってるんで持っています。そうか、ね、鈴木さん、はい、あの沖縄キャンプ要するに、まあ、いろんなキャンプありますけどもちょっともう外へ出られないっていうキャンプじゃないですか、うん、そうですね。これをどう考えます。だから今言ったまず風呂が一つの楽しみになっちゃいますね。風呂、まね、はい、あとは食事ですね。あと食事食べるのが楽しいですよね、うん、ただ休みの前の日がありますよね、はいはい、貴重な一日なわけですよね、うん、でその日も外出禁止はきついなってね、うん、いやでも今回は思いますね。だって去年もそうだったんですね。去年もずっと外出禁止 で、はい、去年で一応どうしたら一番いいかなっていうのは分かりますよね。じゃあそうですね、ゲーム持ってってたりもしたんで、あ休みの日はもうゲームずっとやってたりはしましたけど、はい、まあでも限界あるんで。そうですよね、はい、ちょっと浜辺散歩したりぐらい。あそうか、はい、でもあそうか、あそこはねあの浜辺のところにあるからっていうんで、はい、あのどっかでちょっと出かけるとかダメなんですね結局はね。まあ出かけはできないですね。これなんですよ鈴木さん、うん、もう信じられないですこれは。信じられない、はい、もう吐き出し口がないと。ああなるほど、ね、キャンプってのは一つそういう意味もありますからね、うんうんうん、合宿ですから、うん、どっかでやっぱり抜かないと。あれはね、あのホテルの中でちょっと集まってみたいなことってのは無理なんですか。いやでも基本選手同士部屋の移動はあんましない方がいいっていう感じなので。まあ、もう食事なんかはどうするんですか、あのホテルの。そのあもう食事はもう仕切りがあってこんな感じです。ああこんな感じでやるわけだ。そうですね。で酒、お酒は飲む。酒は飲むんですけど、まあ、誰かとも飲めないんでもう一人で部屋でたしなむみたいな。あそうか、部屋へ誰か部屋に来てっていうのはもうなしなんだ、まあ、基本は。はい、うん、でみんなもう携帯なんだ。もう携帯もこうですね、はい。あズーム飲みなんてやったりしましたけど、ね、去年は。そうか、はい、だからあのキャンプっつっても鈴木さん、あの鈴木さんがご存知のキャンプとは全く違うキャンプ。いや今年ももうそうなりますよね、そうですね。だからもう条件がねちょっときつすぎますね。ねえ、はい、いやまあそれを乗り越えて、はい、ね、強くなっていただきましょう、うん、ドラゴンだけじゃありませんからね、これはね。それはそうです、それはそうです、全部そうですから、はいはい、で先ほどゲームのお話ありましたけど、うん、はい、パワープロ好きが有名ですが、郡司選手自身はどんな特殊能力が欲しいですか。あ、自分自身で、ね、はい、なるほどね。特殊能力ですか、うん、やっぱキャッチャーなんで、うん、あの球界の頭脳っていう能力があるんですけど、うん、しかもこれ金色の特殊能力なんですけど、うん、それを身につけるともうピッチャーの能力がガーッと上がるんですよ、はい、なんでそれを、はい、まあ、持ってるの多分 OB 選手の古田さんぐらいなんですけど。それはい、そう欲しいです、取れるもんなら。そうか、はい、ピッチャーのそうか能力が上がるっていうのはいいよね。はい、そうなんですよ、ピッチャーの能力が上がるんですって。ゲームの中でしょ、はい、そうでしょ。あでもね、そういうキャッチャーに受けてほしかったですね。いやでもあのキャッチャーとしてね、そういったことを自分の中でなんかね、できるようになったらすごいですね。そうですね、もうそのためにでもチームがまずずっと勝ってないと。ああ、そうかそうか、その選手にもその能力つかないんで。なるほどね、じゃあチームを勝たせないといけないですね。うーん、チームを勝たせるのもやっぱりキャッチャーの腕っていうのはあるかも分からないですね。そうですね、はい、はい、では次いきます、うん、選手の中で誰と一番話しますか。ああ一番、はい、ああそうですね、一番話すのは同期 の松田ですかね。ああ、はい、あの名古屋大学メガネ の、はい、あ今年からメガネ彼取ったんですけど、はい、イメチェンということで、はい、そうかそうか、まあ、彼とは、
まあ、よく、はい、話します。増田さん入る時かなり話題になりましたもんね。そうですね、名古屋大学っていうんで、はいはい、そうですね、やっぱり今年、はい、今年から眼鏡外して頑張るそうなんで、はい、やっぱ頭いい同士で。まあそうです、頭いい同士で自分で言っちゃいますけどね。それ否定、それ否定するとこじゃないのかな。一応慶応ボーイということで。そうだよね、慶応ボーイと国立だからさ、はい、やらせていただいてるんで、はい、これ面白いな。明大と慶応ですから ね, ね, ねえ、すみませんけど、ちょっと、まあ、全部じゃないですけど、一旦どういうようなことでついて話したりするんですか。あ、でも過半数お笑いですね。インテリなのに。いやでもやっぱりお笑いの趣味もやっぱり合うんですよ、やっぱり。そうなんだ。この前出てたやっぱ M1 グランプリとか、あれじゃないですか、あれも好きな芸人さんが一致したりとか。ああ、そうなんだ、はい、結構そういうのあるんで。いやちょっとね、もう少し聞きたいですけどね、はい、そうですね、真面目な話はしないんですか。真面目な話はあんまりしないですね。ま、真面目な話なんですか。ちょっとこう勉強関連の。あ、しないです、しないです。しなそうでしょ。しないです、しないです。しません、絶対に。はい、昔はどんな話してたんですか。だから真面目な話はしません。まあみんなの酒飲みながらですもんね、はいはい、そうですよね、はい、もうよもやまです。全部、はい、はい、そしてこんな方からも質問が来ております。こちらです。こちら、こんにちは、岡林です。最近一人暮らしを始めましたけど、得意料理は何ですか。今度お邪魔するのでご馳走してください。はい、という質問が来て、来ないでいただきたい。来ないで、まずは来ないでいただきたい。はい、まずそもそも、はい、わかりました。どうなんですか、料理的なことって。得意料理っていうか、まだなんですかね、一品ずつ今試してってるところなんで。そうなんだ。まだ一回も被ってないんですよ、作った料理が。最近何作ったんですか。最近はチキンソテーを作りまして、鶏肉から買ってきて、味付けして、パリッと焼いて、はい、まあ、ちゃんと皮の方から焼いて、そうなんだ、パリッと仕上がりました。じゃあそのレシピ的なものをちゃんと見て。あ、もう携帯で調べてそれ見ながらですけど。ちょっと、ということは道具が揃ってる。あ、揃ってます。おえ、あの冷蔵庫がちょっと面白いって聞いたんですけど、はい、冷蔵庫本当ですか。これいろんなところで喋ってるんで、あんまなんかもういっぱい言い過ぎてるんですけど、はい、教えて。冷蔵庫が喋るんですよ、僕の家は。あ、そうなんだ、はい、あのそれこそなんか今日の献立何したらいいって言ったら、うん、提案してくるんですよ、うん、でもその通りに作ったことはないんですけど。あ、それ会話ができるわけなんだ。会話が、はい、できるんで。それは何、冷蔵庫の中に入ってる食材。いや、そういうことじゃないですけど、まあ、なんか例えば鶏肉が食べたいっていうと、鶏肉のおすすめ料理を。なるほど。でも結構なんか無茶な料理提案してくる時とかあって。ああ、そう。なんとかのあんかけソースみたいな。無理みたいなのも結構あったりとか。でもどうなの、自分で料理やってみて、はい、結構料理いけそうだなって感じはあります。いや、今オフシーズンなんて時間があるんで、うん、まあ、時間をかけながらだったらできるなって感じなんですけど、うん、これがやっぱシーズン始まって、うん、例えばナイターで試合終わった後に帰ってやるかって言ったら多分やらないと思うんで。なるほど。やれない、それは。あ、まあ、今だけの、まあ、楽しみではあるかもしれないですね、はい、でもいいことでしょ、こういうことって。どうなんですか、鈴木さん。いや、私だったらもう嫁さんもらえますね。まあそうですね、私は嫁さんいますけども。もうご飯も炊けませんもん。あら、そうなんですか、はい、いや、ご飯はもう今自動的にちょっとあの洗って入れて、あの水入れればできますよ。あ、そうですか、うん、そうですか。この人何にもダメなんだな。いや、喋る冷蔵庫に出会ってみたいな。そんなのあるんだ今。いや、今もういろんなものがありますよ。ねえ、はい、はい、はい、でも結構ドラゴンズの選手って自炊してるっていう方、このスタジオでもおっしゃってる方いたと思うんですけど、シーズン中ってもうとてもできないんですかね。まあ、去年まで僕は寮でしたけど。ああ、そうか。まあ、例えば秋季キャンプ中に帰って料理できたか、できるほど体力があったかと思ったら多分ないんで。ああ、そうか。まあ、きついと思いますね。はい、ないと思う。キャンプは特にね。そうですね、無理だよね。福留選手、魚を下ろしてたっておっしゃってましたもんね。ああ、そうだったね、うん、そうなんですよ、うん、魚を下ろす、はい、魚を下ろすんです。え、誰が。福留さんです。あ、そう、はい、あ、だ、コウスケはもう余裕があるもん。余裕がある。もうアクセグしてないと思う。そ、ね、え、
いやでもいいわ、はいはい、そして、うん、あのネオ選手とのエピソードは何かありますかとのことです。どうなんですか。そうですね、あいつ去年のキャンプの時でしたかね、なんか軍さんちょっと僕お酒飲み始めたんですよって、いや結構強いかもしれないっすって言ってきて、おお、まあ、どんなの飲むんだって言ったらほろ酔いの缶一本持ってきてお、かわいいなお前っつって、はい、どんだけ酒豪なのかと思ったらいや女子かって言ってでも結構2人で飲んでっていうのはあるんですか。まあ、キャンプの時ちょっと2人で一緒に飲ん部屋で飲んだこともありましたけど、あ、まあ、そんな激しくは飲んでないですけど、はい。ネオ選手ってどんな印象ですか。いやそうですね、なんていうんですかね、話してみると結構面白いんですけど、うん、なんですかね、結構自分からなんていうか あんまり行かないタイプなんで、うん、あ、そうなんだ、はいはい、こっちが心の扉を少しずつ開いてあげれば、うん、はい、面白いやつです。そちら方もよろしくお願いします。よろしくいやだってチーム内でのそういうことって必要ですよね。まあ、そうですね。まさに心の扉が、ね、開けたらその人と話すと、ね、はい、気持ち的にもう高ぶったりとかっていいんじゃないですか。そうですね、ねえ、はい、では最後に、はい、立浪監督の印象を教えてくださいって来てます。これはいいね、うん、そうですね、まあまあ、本当テレビでしか見たことなかったので、そうかでいろんなネットの噂とかでしか見たことないんで、うん、まあ、怖い人なのかなと本当正直思ってたんですけど、うん、でキャンプでお会いしてみたら全然そんなことなくて、うん、まあ、気さくに話しかけてくださいますし、うん、まあ、でもその中になんていうかいるだけでチームがピリッとする雰囲気っていうか、わかる、なんか何もしてないんですけど、うん、なんかチームが締まるっていう雰囲気をなんとなく感じるなっていうふうに思いましたね、はい、ということで期待してますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。